こんにちは、ブレッドルーム室長の福助です。ブレッドルームおうちパン作り研究室では、家でパンを作る方が増えることを願って制作している動画チャンネルとなります。よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。今回の動画は、クロワッサンや、デニッシュペストリーなんかの、バターとか油脂の折り込みをの、コツを簡単に説明する動画となります。本当に折り込むだけの動画になりますので、ちょっとつまんないかもしれないんですけど、よろしくお願いします。折り込む中のバターを作っていきたいと思います。折り込み自体が綿棒をすごい使って、大変なんですけど、中に入れるバターを作るのも結構難しいですよね。正方形に、伸ばしておきます。で、バターなんですけど、最初になるべく四角い状態でスタートすると、楽ですよね。なんで僕はこういうポンド型のバターなんですけど、こういう形で切って、この時点で結構長方形というか四角くなっているので、これを伸ばしていくのが、一番楽かなと思います。僕だったら下に今ラップ敷いてるんですけど、この上にもう一枚ラップをかぶせまして、でこの状態で正方形に伸ばしていきます。綿棒使った方がいいんですけど、多分手の方がやりやすいというか、力がうまく伝わりやすいので、ちょっとひっくり返して、でこうやってる時に手の体温でバターがまたちょっとずつ柔らかくなってくれるので、ちょっと硬かったですかね結構しっかり室温に戻しておいてあげないと、バター形がね変わってくれないので、ちょっとですね、一気にグッて力入れちゃうと変に薄くなっちゃうところとか出てきちゃうので、ちょっとずつ押さえながら正方形にしていきます。はみ出ちゃってるっていうか、形がこうなっちゃってるところとかは、その部分に手を当ててこうやって戻してあげる感じですね。戻しながら辺をまっすぐになるべくしてあげた方が折り込みが綺麗にできるので、戻しながらで、また綿棒で当てて正方形にしていきます。これぐらいですかね、このぐらいかな。こんな感じで、正方形というか長方形、四角く伸ばせたら、こういう室温を置いておくと、どんどん柔らかくなっちゃうので、また生地をね伸ばしてから、これを実際に置いて折り込むまでに、ちょっと冷蔵庫で冷やしておきます。で、折り込み生地自体もそうなんですけど、こうやって薄くしとくと冷えやすいし、あったかく、生地温まりやすいので、なるべく薄くした状態で作業するっていうのが結構折り込み生地大事で、なのでバターも、薄めになるべく薄く伸ばしておいた方が後の作業も楽ですし、折り込んでる最中もね手早くできると思いますので、なるべく結構薄めにしといた方が作業自体が楽になると思います。はい、それでは折り込みのコツということで、バターを折り込んでいきたいと思います。で、まず一つポイントとして、できるだけ生地の硬さとこの折り込むバターの硬さを揃えてあげるっていうのが一つ大事な点です。なのでしっかり生地は冷やした状態でバターを折り込んでいきましょう。で、バターもこれだけ薄く伸ばしているので結構すぐ柔らかくなってくれるので、そこを意識するとだいぶいいかなと。バターはね
自然にというか冷やせばすぐ冷えますし薄くしているの で出しとけばすぐ柔らかくなります。問題は生地をしっかり冷やしてあげておくことが大事になります。はい、でなるべく最初の状態で四角い状態から伸ばしてあげれば必然的にこう四角くなってくれるので、2つ目のポイントとして最初にもう伸ばしちゃったんですけど、すいません伸ばしちゃいましたけど、最初の状態でなるべく四角い状態にしといてあげる、これが大事かと思います。いきなり綿棒を使うんじゃなくて最初に四角く整えてあげてから綿棒で伸ばしてあげるっていうのが大事かなと思います。あとは綿棒の使い方はまあちょっと置いといて、生地伸ばすときに粉使いすぎても良くないんですけど、使わなくてベタついちゃって生地が傷むのも当然良くないので適度に使いましょうっていう風にしか言えませんけど、適度っていうのが非常に難しくて、なので軽くまぶす感じですかね、まぶしてあげるっていう表現が一番いいかなと思う。全体に薄くまぶしてあげる状態が一番いいかなと。それでまたベタついてきたらまたまぶしてあげるっていうことの繰り返しがいいんじゃないかなと思います。で、そうしましたら綿棒の使い方、基本中央に置いて上に、そしたらまた中央戻って下に、力をちょっと入れながら転がしてあげる感じですね。それで生地が伸びてあげます。伸びてくれます。それから端っこまでいかない、端っこいかないというか生地を通り過ぎない、こう転がした状態でここまでいかないんですよ。ここまでいっちゃうとこうなんだろう、こうなりやすいですし、ここが薄くなっちゃうんですよ、どうしても。なので伸ばしても基本的には生地があるところで止めます。下も同じ、真ん中から下転がした時に全部いかない、ここまでいかないでここで止めてあげる。そうすることによって端っこだけやたら薄くなっちゃったりとかっていう現象が防げます。で、そしたら向きを変えて伸ばしていきましょう。で、僕が使ってる綿棒ってちょっと短い方が多分使いやすいと思うんですけど、これなんで生地より短かったりするので、そういう時は2回に分けてこっち伸ばして、こっち伸ばして、こっち伸ばして、こっち伸ばしてっていう風に、まあ長いのがあれば一番いいんですけど、なかなか家で作る時にそんな長い立派な綿棒使え、用意できないのでっていう感じですかね。はい、あとはこのこれが包めるサイズまで伸ばしてあげます。はい、であと3点目ですかね。片一方だけで伸ばすんじゃなくてひっくり返しながら伸ばしてあげた方が伸ばしやすいです。あとはやっぱ変に力を入れない、で特に大体の人右利きの人が多いと思うんですけど、そういう人って大体右に力が入っちゃうので右側の方が薄くなりがちです。で、僕もなんだろう、まあパン結構長いこと作ってるんですけど、僕でもやっぱそうなっちゃうんで、やっぱ意識して右は力強いなっていうのを意識して伸ばしてあげるのが大事なのかなと思います。左手に力を入れるっていうことじゃなくて、右は強いからちょっと抑えようぐらいな感じの方がいいと思います。左が力弱いと左も力入れようってなると変にギュッて力入っちゃって薄くしすぎちゃったりするので、はい、そうしましたら バターが包めるサイズ伸ばしてあげたら風呂敷包みで包んであげます。風呂敷の方はやりやすいかなと思います。あと封筒包みっていうやり方があるんですけど、それだとバターが出ちゃうんですよ。バターの逃げ道がある包み方なので、ではなくて風呂敷包みでバターをも全体で生地全体で包んであげた方がやりやすいかなと思います。はい、この状態ですね。
で、バターを風呂敷のように包んであげます。はい、ここ反対側から、こっちから反対側からで、風呂敷の状態で隙間があるのでつまんで押さえてあげます。封筒包みっていうのはこうやって包んじゃうので、上と下がこうバターの逃げ道ができちゃう包み方になるので、なんだろう、環境が整ってるところ、しっかり冷房効いてるようなペストリールームとかじゃないとちょっと向いてないかなと思います。風呂敷でしっかり包んであげた方がいいと思います。で、包んであげたら生地と中のバターを、密着させます。圧着っていうんですけど、力を入れてこういう感じで、はい、押さえながら圧着させてあげます。で、向き変えて同じように、はい、圧着させてあげてから伸ばしてあげないと生地だけ伸びてしまうってことが多々あるので、この状態で同じですね、真ん中から上に転がしていきます。で、生地を通り過ぎないこんな感じ で、これ空気なんですけど、空気入っちゃったら、なんだろう、まあ、針だったりハサミだったりで開けちゃ、なんだろう逃がしちゃってもいいと思いますし、まあ、ハサミで切りましょうか今回は。空気が抜けるだけでいいので、ほんとちょっとだけ切ってあげて押さえれば空気抜けてくれるので、はい、上行ったら下です。で、またひっくり返して、真ん中から上、真ん中から下、はい、こんな感じですかね。目安として、この短いタイプの綿棒よりも長くなったら、まあ、折っちゃいます。で、折るときに、伸ばすときに結構粉を多めにかけちゃったら、こうくっつけたときにここくっつかないですよね、くっつきづらいので、粉があったら払ってあげる。で、くっつけるときに結構しっかり密着させたいので、霧吹きがあると非常に便利です。はい、霧吹きでちょっと生地湿らせてあげるとくっつきやすくなるので、この状態で折っていきたいと思います。はい、まず下から1/3折ってくっつけたら、上1/3ここを持ってきます。で、しっかり密着させます。はい、こんな感じで、そしたらまた最初にやった圧着っていう作業をしましょう。バッテンにやる人やる場合が多いですかね。こういう感じでバッテンにつけてあげて、で、また伸ばしていきます。真ん中から上、真ん中から下で、まあ、ひっくり返しながら、こんな感じでやっていきます。で、今三つ折りを一回でしたで状態ですよね。で、一番基本的な折り込みは三つ折りを3回3×3×3 で、まあ、27層になるみたいな言いますけど、最近のでも流行りは層少なめが結構流行ってて、三つ折り3回をやってるお店ってあんまりなくはないと思うんですけど、なんか流行りは
もっと層が少ない3つ折り4つ折りとか4つ折り2回とかなんで、3つ折りあと4つ折りだと12層4つ折り2回だと16層みたいな感じになるので、今回は3つ折りと4つ折りにしたいと思います。で、なるべく四角くしたいので、こうやってちょっと微調整みたいなしてあげながら伸ばしてあげると綺麗に伸ばせます。で、結構生地柔らかくなっちゃったなと思ったら、もう迷わず冷凍庫に生地を冷やしてあげましょう。一番いけないのは中のバターが溶けちゃうのがやっぱ一番良くないので、ちょっと柔らかくなっちゃったなと思ったら冷凍庫でちょっと冷やして、でまた伸ばすっていう作業を繰り返しましょう。今3つ折り1回終わった状態なので、次は4つ折りをしますが、ちょっと柔らかくなっちゃったので生地が、まあ、バターもそうなんですよ。なのでもう冷凍庫で冷やしていきたいと思います。はい、ちょっと柔らかくなっちゃったので、また冷凍庫で冷やして10分ぐらいですね、10分ぐらい冷凍庫で冷やしてまた持ってきました。今の時点で3つ折りが1回終わってる状態なので、また伸ばして4つ折りをします。それで、まあ、3×4 で12層ですね。本当最近は層が少なめの折り込み生地が流行ってるというか、まあ、多分そっちの方が美味しいっていう人が多いでしょうね。やっていきたいと思います。はい、粉をこういうまぶしてあげたら、先ほどはこの向きで3つ折りをしたので、今度4つ折りはこっちの向きでこう折ります。中央から上下にひっくり返しながら伸ばしていきます。はい、こんな感じでしょうか。はい、この状態でこの向きで4つ折りをいきたいと思います。もうちょいですかね。はい、そしたらこの向きで4つ折りをしていきます。こちら霧吹きでしっかり生地がくっつくように水でちょっと湿らせてあげた状態でやっていきます。4つ折りはいろいろあるんですけど、まあ、分かりやすくと本当にシンプルに、まあ、半分に折ってくっつけて、でもう一回また同じですね、こうやって、これで4つ折りですよね。2回折ってるので、で同じように綿棒で押さえて生地と油脂がずれないようにしてあげます。こういう感じですね、押さえる、で押さえて生地と油脂がしっかりくっついたら綿棒でまた伸ばしてあげます。基本的には真ん中から上に、真ん中から下に伸ばしていきます。まあ、今更なんですけど、基本的に綿棒は手のひらで転がしていきます。まあ、力が入りやすいっていうのと、操作しやすい、指先だとどうしてもコロコロしちゃうんで、こ
ちでグッて力をちょっと下に入れながら転がしてあげないと伸びてくれないので、生地がすごい柔らかかったらコロコロやれば生地伸びてくるんですけど、これは冷えてる生地で中にバターが入ってるので、ちょっと力を下に入れながら前とか下に入れながら後ろで、生地がバターと一緒に伸びてってくれます。これは綿棒の使い方になるので、それより盛り込みで大事なのはやっぱり生地をしっかり冷やしながらやってあげるのが大事だと思います。そうしないとバターが溶けちゃうのは本当一番盛り込みだとダメで、バターが溶けてしまうと層にならないんですよね。生地、油脂、生地、油脂、生地、油脂っていう風に層にならなくて、油脂が生地と一体化してしまうっていうのが一番よろしくないので、本当生地はこまめに冷やしてあげた方が多分やりやすいと思います。伸びづらかったら冷凍庫でちょっと冷やすというか生地を休ませてあげた方が伸びやすいと思います。パン生地全部そうなんですけど、引っ張ったら戻ろうとする力がどうしても働くので、その引っ張って戻ろうとする力、これ生地を置いて休ませておくとその力が弱まってくれるので伸ばしやすくなります。今厚みがこれくらいですね、1センチないぐらいの今厚さになってます。そうですね、1センチない、1センチあるかな、1センチあるかもしれないです。これぐらいの今厚さになってます。実際お店とかクロワッサンとかデニッシュペーストリーとか作ってる時の厚さ、お店だと綿棒で伸ばしてるお店は、あんまりないかなと思う。シーターっていう機械があるんですけど、大体お店だと、7ミリとかが普通というか多いですかね。5ミリ、7ミリぐらいで商品作ってるところが多い気がします。なのでそんぐらいの厚さまで伸ばしてあげれば、あとは本当なんですかね、クロワッサンでも、パンオショコラでも、エスカルゴでもパンオレザーでも何でもデニッシュペーストリーでもそうですし作れるので、はい、こんな感じですね。最後にきちんと層になってるかをちゃんと見ときたいので、端っこってどうしてもカットしてしまうので、はい、切った時にこういう風に見づらいですね。油脂とバターがこう交互に折り重なってるのが正しいというか、これが折り込みです。こんなもんかなと思います。これで12層一応あるはずなんですけどね。はい、こんな感じ。はい、こんな感じです。折り込みのコツとしては、生地と油脂の硬さをなるべく揃えてあげる、生地をしっかり冷やしてバターが溶けないようにする、あとは綿棒の使い方です。一番のコツはしっかり層を出すためにはやっぱり冷やしながら作業するのが大切かなと思います。ちょっとめんどくさいかもしれないんですけど、最初慣れないうちとかは伸ばすのも多分一苦労だと思うので、伸ばしてる間にどんどんバター溶けてきちゃうと困るので、こまめに冷凍庫に入れて冷やした方がいいと思います。冷蔵庫でもいいんですけど、多分冷凍庫の方が効率がいいので、冷やしながらやってあげるのがいいかなと思います。実際お店とかだと冷房を効かした部屋で折り込み作業やってたりします。冬場でもで
でちょいちょい休ませて、もうすぐね作業台の後ろに冷凍庫とか大体のお店あるんで、そこの冷凍庫開けて生地冷やしながら伸ばして、生地冷やしながら伸ばしてっていうのをやっぱ繰り返してるので、ちゃんと冷やしてあげながらやってあげるのが一番失敗少ないかなと思います。あと綿棒は、頑張りましょう頑張りましょう。右手やっぱあのなんていうんですか、右手の方が力強いので、どうしても右が薄くなりがちなので、そこだけ気をつければまあなんとかなるんじゃないかなと思います。僕がなんとかなってるんで、きっとみんななんとかなると思います。はい、ではそんな感じで、折り込みのコツですね。はい、ご視聴ありがとうございました。